私はこれを選びました。これはシリーズ2の聴覚なしなんですけど、いやこれはなんか私は普段3を使ってるんですけど、なんかもうそれと遜色ないぐらいもうこのままいけるかもみたいな感じで、でなんか私3を使ってるんですけど2のこのなんかサウンドも好きで、でその2のサウンド出したいなと思ったら、あこれでもいいかもぐらい、なんかこう上から下まですごくこうバランスがいい楽器になってるのでおすすめです。